非81戦団は太平洋戦争後期の1944年11月の12月に日本からシンガポールへ公開した日本の護送戦団である。非81戦団は太平洋戦争後期の1944年11月中旬に編成された高速タンカー戦団。非81戦団は従来の石油輸送任務に加え10月中旬以降の フィリピンの戦いにおけるレーテ島地上戦に投入予定の日本陸軍第23師団を輸送する任務も追っていた。このため第23師団を乗せた軍隊輸送船が同行していた。非81戦団は前線が優秀輸送船で護衛部隊には空母も含む強力な編成だったがアメリカ海軍潜水艦複数隻の襲撃で陸軍特殊船2隻と 空母一隻が沈没し、六千人以上が戦死した。乗船中の第二十三師団は、戦力が大きく低下し、その後のルソン島の戦いに影響を与えた。太平洋戦争後半の日本は、占領下にあるオランダ領東インドの油田から重要資源である、石油を本土に運ぶため、シンガポールと文字の間で、 非戦団と称する大型高速タンカー主体の専用護送戦団を運航していた。非戦団はシンガポールへの往路には奇数、文字へ帰る袋には偶数の戦団番号が付されており、先81戦団は通算81番目の非戦団を意味する。1944年後半の非戦団はアメリカ潜水艦による通称破壊に対抗するため戦団を大規模化し、 護衛に空母まで使用していた。しかし本戦団の3ヶ月前に空母を高護衛の日71戦団が大損害を受けたように万全の防御とは言えなかった。日81戦団には本来のタンカーに加えてフィリピン方面に向かう軍隊輸送船も加入していた。1944年10月17日以降、アメリカ軍がレーテ島周辺に上陸して、 レーテ島の戦いが正規する。当時、日本軍はレーテ島決戦を機として同等へ増援輸送作戦を決行しており、フィリピンの防衛強化は緊急性があった。だが、戦況の悪化に伴い、フィリピン現地の第14方面軍や港軍はルソン島地上決戦を施行し、内地の大本営はレーテ決戦の意思を固めるなど、作戦方針の違いが、 現在化し始めた。非81戦団に乗船したのは、関東軍から抽出されて、ルソン島防衛に向かう、第23師団が主力である。同師団は、ノモンハン事件で壊滅した後に、有料装備で再建された精鋭部隊だった。第23師団は10月23日府で、第10方面軍戦闘序列に編入され、朝鮮半島南部で乗船準備を進めた。 続いて、昭和天皇の採火を得て、11月4日府で第14方面軍戦闘序列に編入された。11月8日には、独立や砲兵第13大隊を第23師団編合に編入し、戦力を強化した。第23師団は11月24日の冷手島突入を予定していた。他には、 特攻兵器である4式肉薄攻撃艇を装備した海上停止第20戦隊も非81戦団でフィリピンに向かうことになった。これら重要部隊の輸送のため通常の貨物船ではなく揚陸艦である陸軍特殊船が4隻も集められた。対するアメリカ海軍は潜水艦3隻からなるウルフパックを投入し日本の資源戦団や 軍隊輸送船団を盛んに攻撃していた。アメリカ潜水艦は暗号解読情報などに基づいて日本の船団の行動を知らされ待ち伏せ攻撃を行っていた。陸軍特殊船空きつまる。全通艦パン型の揚陸艦で海装により護衛空母機能を追加されていたが、非81船団参加時には通常の輸送船として使用された。解剖艦昇南。 対戦機能を重視した、戦団護衛専用艦だったが、先81戦団を守りきれなかった。非81戦団は、イマリ湾に集結して、編成を整えた。加入船は、海軍特設給油船を含む大型高速タンカー5隻と、フィリピン行きで途中まで、同行の陸軍特殊船4隻、元特設水上規模艦である海軍、特設運送艦聖川丸の、計10隻で、 この時点では最高級の優秀船ばかりだった。護衛部隊は空母新高の他松型駆逐艦歌士と解剖艦五席で構成されていた。これが5回目の護衛任務となる神高は対戦警戒用に97式艦上攻撃機14機を搭載していた。戦団の式は第8護衛戦団司令部が担当する。佐藤少将は聖川丸に正気を掲げた。 11月14日朝、非81船団は、伊万里湾を出港した。当初の計画では、津島海峡を横断して、チェジュ島を回り込み、経由地である、宝庫諸島の真孔に向けて航行する予定であった。しかし、敵潜水艦の無線電話と思われる、更新電波が多数傍受されたため、津島海峡途中から引き返し、14日夜は、五島列島北端に避難して停泊した。 翌11月15日、船団は三列渋滞を組んだ。限界態勢で航行を再開し、新高の搭載機が昼間は、常時に機ずつ船団上空を、警戒飛行した。厳重な警戒にもかかわらず、同日正午前、チェジュ島、東方 110km 付近に差し掛かったところで、陸軍特殊船秋津丸が、アメリカ潜水艦、クイーンフィッシュの魚雷攻撃を受けてしまった。 秋津丸は、自衛用の爆雷や輸送中の弾薬が誘爆を起こし、わずか数分で転覆、沈没した。小間宮新七郎によれば、第23師団不評第64連隊、関係者など乗船者2576人のうち2000名以上が死亡した。秋津丸の生存者を収容した日81船団は、朝鮮半島南岸へと北寄りに進路を変え、爆雷を、 威嚇投下しつつ退避した。夜を徹して航行した船団は、16日未明に巨文島にたどり着き、様子を伺ってから、チェジュ島に移動と、当初を利用しながら前進した。11月17日朝、非81船団は次の仮白地である、朝鮮列島の史上山白地に向けて出航した。日中は一見何事もなく経過したが、実際には、アメリカ潜水艦と、 中国大陸から飛来したアメリカ海軍の哨戒機によって戦団は再び発見されていた。輸送船の煙突から出た黒煙が発見の原因になったとも言われる。アメリカ潜水艦軍は対戦哨戒機が着艦を余儀なくされる日没を待って襲撃行動を開始した。同日午後6時30分ごろ陸軍特殊船マヤヤママルが光りなりして合沈した。これは アメリカ潜水艦ピクーダの攻撃であった。小間宮新七郎によれば、乗船中の第23師団司令部と、不評第72連隊その他約4500人中3187人が、戦死した。大内健治によると、戦死者数は3437人で、太平洋戦争中の日本輸送船の、犠牲者数としては、富山丸に次ぐ、第4位の惨次であった。 護衛の解剖艦湘南が爆雷で応戦し、敵潜水艦撃沈確実と報告したが、実際にはピクダに損害はなかった。1943年11月に撮影のソラボシンタカの姿。マヤヤママルの沈没から5時間後の17日午後11時頃、今度は神タカがアメリカ潜水艦スペードフィッシュに雷撃された。神タカには魚雷4本が命中する。 航空用ガソリンタンクが破損して炎上し、神高は爆発を繰り返しながら30分後に沈没した。ガソリンが海面に燃え広がったため生存者は少なく乗員1160人中 1, 100人が戦死した。日本側の護衛艦は必死に対戦攻撃を行い、18日午前3時13分には解剖艦津島が敵戦水艦撃沈確実を報じたが、 該当するアメリカ潜水艦の喪失記録はない。なお、スペードフィッシュは陸軍特殊船新州丸を損傷させたとも主張している。生き残った輸送船は潜水艦の行動の難しい推進の浅い沿岸部をたどり、18日夕刻になんとか首相山白地に逃げ込んだ。救助と対戦攻撃を終えた護衛艦が追いつくのを待ち、21日朝に日81、 船団は、宝庫諸島の魔庫へ向けて、再出発した。潜水艦を警戒して、水深の浅い海域を選んで航行を続けた。11月25日正午に、宝庫諸島東方で、陸軍特殊船2隻と、海軍特設運送艦船河丸、海防艦2隻が分離した。分離した、陸軍船団は26日に無事に高尾に到着した。その後、陸軍特殊船二隻は、 高尾発マニラ行き玉33船団を編成し、解剖艦4隻と総海底1隻を追加した、護衛部隊7隻を伴って30日に出航する。空襲回避のため目的地をマニラからサンフェルナンドに変更、12月2日に同地へ到着した。タンカー5隻、護衛艦4隻となった日81船団は、11月25日に、経由地の魔港に入港した。 故障したタンカーのみ、d ルを同地で分離し、護衛に、二27船団の生き残りなど解剖艦2隻を、加えて27日に出港。南シナ海を通って12月4日に、シンガポールに到着した。非81船団から、非82船団に参加したタンカーの音羽山丸。12月22日に、アメリカ潜水艦フラッシャーの雷撃により撃沈された。 非81戦団の石油摘み取りと並ぶ目的だった、フィリピンへの増援部隊輸送は、半数を失う結果となった。第23師団は、師団長こそ生還したものの参謀長、参謀二名、高級副官、各部長解剖図。不評第64連隊は、連隊長、中井春一仲裁下3三百名が戦死 不評第72連隊は、第2大隊が大隊長以下750名戦士。野砲兵第17連隊は、津ね大隊本部、断裂、第2中隊解剖図。同士団には、別便のみ29戦団で輸送中の分があったが、こちらでも、特化部隊の一部が乗った、火客船ハワイマルが、アメリカ潜水艦、シーデビルの雷撃で撃沈され全員戦死している。 第23師団は戦う前から大幅な戦力低下をきたし、補充がままならないうちに1945年1月のアメリカ軍ルソン島上陸を迎えて苦戦することになる。第23師団の大損害は大本営に衝撃を与え、フィリピン方面の戦いに改めて異常の努力を傾けて望むことになった。もう一方の目的の石油摘取りに関しては無事に、 シンガポールへ到着したタンカー4隻の内藤アマを除く3隻は別のタンカー2隻を加えて袋の日82船団を編成した。同じく日81船団から折り返しの解剖艦エトロフ以下6隻の護衛でガソリンを満載して12月12日にシンガポールを経ったが途中でアメリカ潜水艦により3隻のタンカーが撃沈され翌年1月9日に 日本に着いたタンカーは5隻中で1隻だけであった。なお、文字発、高尾経由、ミリ行きのみ27船団が、非81船団から1日遅れで、同じ航路をたどっていたため、11月17日夜に、チェジュ島西方で、アメリカ潜水艦軍に捕捉され、輸送船4隻を撃沈された。同船団は、26日に、途中の高尾で解散となってしまった。 同船団を襲った潜水艦若身高を沈めたスペードフィッシュやマヤヤママルを沈めたピクーダ、同じウルフパックのサンフィッシュピートで先81船団の巻き添えを食った形であった2個の船団が同じ航路を取ったのは航海に設置された日本海軍の防御機雷石を利用して航行しようとしたためだとも言われる非81船団護衛に途中加入の 第61号解剖艦は、未27船団の生き残りであった。戦士創書469ページでは、神高以外に駆逐艦一沈没とするが、該当艦はない。非20船団など欠航となった便があるため、実際の運航順は、通算81番目や、往路41番目ではない。大内健次著、護衛空母入門262ページでは、 秋津丸の搭載特攻ボートを信用100隻とする。大内健治著、護衛空母入門259ページでは、非81船団は、貨物船1、陸軍特殊船4、駆逐艦1、解剖艦7、神高で11月13日、今里湾抜病とするが、解剖艦2隻は途中合流である。大井厚志著、海上護衛百3 5 3ページでは、 神高の戦団護衛は非81戦団が最初とするが5人。神高の初出撃は昭和19年7月の日69戦団。戦死総書470ページでは、秋津丸沈没による戦死者を2373名とする。ABO 大内健治によれば、戦死者数は秋津丸と真矢山丸を合わせて、 フィリピン行きの陸軍将兵だけで5483人に上る。戦死総書470ページでは、マ山ヤママルの陸軍兵は2295名と、群馬ほか、師団長、西山福太郎陸軍中将を含め人員約900名救助とする。戦死総書503ページでは、新州丸の高尾到着は28日とする。音羽山丸、有田丸。 おむろやま丸が沈没、橋立丸は、高尾で、船団離脱で、中型のパレンバン丸のみが日本に到着している。大谷敦氏は、森幸丸、江戸川丸、大阪山丸及び阿賀川丸の名を挙げるが、小間宮新七郎によれば、これらは、後続のみ27船団の参加船である。ありがとうございます。